俺も10代とか20前後は結構見ましたね。一番きつかったのはまあ、先輩と遊び行ってて車であるちょっとトンネルの近くの心霊スポットみたいな一方通行の場所なんですけど、はい、そこをまあ抜けていくと近道なんで、まあ、お墓があるんで普段あんまり通らないんですけど、こう通っていって坂上がっていったら一通なんですね、はい、そしたらちょうど真ん中のところに女性が後ろ姿で向こう見て立ってるんですよ、はいはい、でクラクション鳴らして先輩がどかないんですよ、はい、でちょっとミキサー行ってこいよって、でじゃあ行ってきますって、じゃあすいませんちょっと通れないんでって言ったら何にもこっち見ないんですよ、はい、ちょっと荒い口調で、はい、ちょっとどいてよって言った瞬間に後ろ姿が振り向いたと同時に爪がこんな長くてギャーってやって四つん這いですよ。え？四つん這い？で3メートルぐらいの塀をピョーンって登ってったんですよ。俺初めて腰抜かしてもう何があるのか分かんないです。で俺だけ変なの見たのかなと思ってゆっくり先輩見たらハンドル握ったままもう呆然としてて、運転席も先輩見ましたって言ったら見たんですよ。だから2人見て、で次の日その時ちょっと後輩とか集めて、はい、そこ行って、なんで行くんですか。いやどんだけ走れるか人間は。ちょ後輩にやらしたんだけど、ま、全く飛べないって、まあ、何だったの、まあ、動物のそのジョイナー、爪長くて、うん、死んだんでも食べたらジョイナーぐらいしか行けないけど、ジョイナーですか。